とも影げやんです今日はですね目の前の人を大切にするということについてお話しさせていただきたいと思いますちょっとね人間関係のことについてね最近ちょっと自分があったことをね最近というかこうずっと考えててこうなんじゃないかなと思うことをちょっとシェアしたいと思います というのはですね、ちょっと昔つながってた人間とですね、えー、つながろうと思ったんですけどつながることができなくてですねでなんでやろうなーってその理由はまあわからないんですけどもつながらないということがあったんですねほんで、えー、またもう一人の人とこうちょっとつながろうと思ってつながったらですねすごいスムーズにね、えー、話が進んでいったんですね。でそっからね思ったことはね今の自分の状態 今の自分の状態にあの合ってる人っていうかその人間関係がこう縁のある人っていうのはスムーズにつながってですねもう今の自分には縁のない人間とこうつながることができないっていうことですねこれはねその人が言い悪いじゃないんですけども今の自分がそういう状況にあるということですねそれをしっかりこう踏まえてですねあのその縁があった人を大切にすると。 その目結局目の前の人を大切にするっていうことをこう心がけていったらいいんかなと。 いいうにうに思ったんんでですすすねねだから人間関係無無理理をする必要はないんですよ、ね、無理してまあこと声ぐらい別に声かけてもいいでしょうけどなんかそのうまくいくようじゃなかったらですねもうそこはあまり声かけずにですね、えー、縁がある人とつながっていこうとでそういう人だと楽しく過ごすことがですね、えー、結局自分の人生にとってより良いものになるんじゃないかなというふうに思いました。 うん、ちょっとね、いろいろ人間関係も考えるところがありますけども、うん、そういうもんなんかなと、もうちょっとそのうまくいくことというのはその楽に行くというか、その困難は待ってない感じがしますね。で、そういうところでエネルギーを使ったり、えー、時間を使ったりするのははっきり言ってちょっともったいないなというふうに感じてます。 ということで、えー、目の前の人を大切にするということについてお話しさせていただきました。では今日もヨッシャでいきましょう。どうもありがとうございます。